はい。それでは GR ヤリス見ていきたいと思います。外装から見ていきます。フロントバンパーの右前ですね。特に気になるような傷は見当たらない感じですかね。こんな感じになってますね。で、バンパーの中央部分も、まあ特に大きな傷などは、見当たらなそうな感じですね。エンブレム周辺も綺麗な状態になっております。そして左前ですけれども、こちらも綺麗な状態ですね。で、ヘッドライトは、左右ともクリアな状態です。続いてボンネット。凹んでるところは特に見当たらなくて、色あせもなく、気になるような傷も見当たらなそうですかね。まあ、ちょっと飛び石傷っぽいのが、飛び石傷かな？そうですね。ちょっと薄いちっちゃいのがあるかなっていうぐらいですね。続いて左側面です。左フロントのフェンダー、綺麗な状態ですね。18インチの純正ホイール。こちらも特に気になるような、えがり傷は見当たらないかなという感じでして、タイヤの溝もまだ残っているので、このまま使えそうですね。ドアミラーも綺麗な状態です。続いて助手席側のドア。助手席側のドアも綺麗ですね。で、サイドステップ周りですけれども、ちょっと、微妙にすごいちっちゃい飛び石傷っぽいのがあるかなっていう感じで、目立つような傷は見当たらないですね。で、このリアフェンダーの方もそうですね。このあたり、ちょっとね、ちっちゃい飛び石傷が複数箇所ついてる感じですかね。こんな感じのリアフェンダーになっております。で、ルーフサイド。こちらの方も特に気になるようなところはないですね。で、左側面の凹みですけれども、気になるような凹みはなさそうですね。で、左リアのホイールです。左リアホイールも目立つような割り傷はなさそうですね。で、リアタイヤは、まだね、溝も残ってるので、大丈夫そうですね。はい、続いてリアバンパーです。左後ろ、そして、中央部分と、綺麗な感じですね。で、右後ろの方も、綺麗な状態です。ハッチ。特に気になるような傷は見当たらないですね。で、車外のリアウィング付きなんですけども、ちょっとこのね、カーボンが色あせてるような感じではありますね。はい。続いて、右側面見ていきます。右リアのフェンダーは、まあ同じくやっぱりちょっとここら辺の飛び石傷白いのが、ついてますかね。ルーフサイドは特に気になるところはないかなといった感じです。で、右リアのホイール。右リアホイールも綺麗な感じで、特にガリ傷は見当たらないですね。そして、運転席のドアですけれども、綺麗ですね。サイドステップ周りも含めて、綺麗な感じですかね。この汚れかな。あ、そうですね。はい。で、ドアミラーも綺麗な状態ですね。で、右フロントのフェンダー。これはちょっとちっちゃい飛び石傷ですね。こんな感じになっております。で、右フロントの、ホイール。
こちらも特にガリ傷は見当たらなそうですね。こんな感じになっております。右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうな感じですね。はい、続いてルーフです。ルーフの方も、色あせは、特に出ていなく、まあ、傷へこみもなさそうな感じですね。はい。では続いて内装を見ていきます。まずは運転席のドアトリム周り。綺麗な感じですね。で、スカーフプレートの方も綺麗な状態になってまして、フロアマットもね、綺麗ですね。で、純正のシートですけども、まあ、この辺の擦れもほぼなく、この辺のシワも出てないですし、座面も綺麗ですね。助手席側も同じく綺麗な状態になっております。で、ステアリングの擦れも特に見当たらない感じですね。で、ダッシュボード上も綺麗な状態になっております。こんな感じですね。で、純正のナビ。エアコン周りなんかもね、綺麗ですね。シフト周りもね、綺麗で、サイドブレーキ周りも綺麗な状態になっております。はい。ではですね、続いてエンジンをかけてみたいと思います。はい、エンジンの方もかけてみました。仕上がりの方も特に違和感ない感じですね。で、バックカメラが、よいしょ。こんな感じで装着されておりまして、あとは、ドラレコですね。こんな感じでついております。では、続いて、トランク見ていきたいと思います。トランク、トリム類、綺麗な感じですね。欠品も特になく。よいしょ。で、車載工具、の方も、あれか。牽引フックとパンク修理キットが、ついてるような、そんな感じですね。で、助手席側、ドアトリムですけれども、ドアトリムもね、綺麗ですね。で、スカッフプレートの方も綺麗な状態で、フロアマットもね、綺麗ですね。こんな感じの、まあ、助手席なんかはかなり綺麗ですね。よいしょ。で、リアシートですけれども、まあ、リアシートも特に気になるような、汚れはなく綺麗な状態ですね。はい。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。ベルト周りも特に変な音してないですね。エンジンの方も非常に静かな感じです。で、エンジンルーム内もですね、かなり綺麗な状態ですね。まあ、やっぱり年式もまだ新しいですし、距離もそこまで、多くないので、こんな感じで綺麗なエンジンルームになっております。はい。では続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは GR ヤリス試乗してみたいと思います。RZ ハイパフォーマンス、パッケージですね。走行距離が2万2000キロという感じで、まあ、まだね、距離的には少ない感じですね。で、クラッチも非常に軽いですし、ミッションの方の入りも特に、違和感ないですね。この辺りもクラッチミッションともに大丈夫そうかなといった感じです。で、まあ GR ヤリス、
良くも悪くもですね、やっぱりちょっとこうサーキット志向な感じで、足はね、固めな雰囲気ですね。これでもミシュランの、パイロットスポーツが、入ってるんですけども、このタイヤでもこの硬さなので、ほんとね、硬いハイグリップのタイヤとか履いたら結構ゴツゴツするんだろうなっていう感じはします。加速の方もね、いいですね。もう踏んだ瞬間に、ぐらっとこう、車体が押し出されるような感じです。でまあ、足は硬めではあるんですけど、まあ、乗り心地が悪いかと言われるとそういう感じでもなくてね、ベタっとこう吸い付いてるような感じで、まあその分やっぱりちょっとねロードノイズは大きめな感じですかね。結構ねグーってこう走ってるようなそんな感じはありますね。まあ特に何か変な音がしてるとか変な振動が出てるというような感じはないので、まあ、車として何か不具合抱えているという感じは見受けられなさそうですかね。まあ、まだ GR ヤリス年式も新しくて、そんなにね言うほどこう壊れるような車でもないので、まあ、特にその中古車買うときになんかね、心配しなくちゃいけないというようなところはないのかなと思いますけれども、まあこの車なんかはちょっとこうねエアロのカスタムをしているというところもあって、前のオーナーさんもまあ適度にね走りを楽しんでたんじゃないのかなというふうな感じはします。はい、以上 GR ヤリスの試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。